し、では前回のあらすじ確認していきましょう。何人ものエージェントが行方不明になっている分子世界の侵入を命じられた。分かったようなタイムファクターが相当強力な魔物ということだけだが、レイヤーとアルビンが協力を申し上げてくれた。行方不明になったエージェントたちが残した情報によると、この世界のタイムファクターは強力な魔物らしい。魔物について情報収集してみよう。この分子世界でアグリアがレイヤーに協力してエレンピアスの密漁者の調査をしていた。ここは1年前に崖から落ちたアグリアをレイヤーが助けてあげた世界だった。ほんの少しの差で自分たちが友人になる未来が生まれていた。そう悟ったレイヤーはいつか分子世界のことを記事にしようと決意する。消えてしまったアグリアとの友情を忘れないためにと。はい、ということでじゃあやっていきます。今回まずはこれからいきましょう。これ父親のプレゼント、どうしよう、カラハシアルちょうどいるからこれ先にやるか。よいしょ。じゃあどっちも協力、契約して、でこれか、操縦をドロッセルにあげよう。ゴルトレムス1個、マジか。ちょっと待って、今私装備してるのが、ちょうど今装備してるのか、もう1個あるかな。あ、ないね。作れるか。これね、特注で作るアイテムなんですわ。何が足りない。あ、ホーリーシンボルがあればいけるか。オッケー。よいしょ。で、これで、あ、いけるわ。イエーイ。オッケー。え、じゃあこれでいこう。じゃあドロッセルのところに。あ、いた。どうも。ドロッセルさんも好きですよ、私。来てくれたのね、みんな。これで犯行の体制が整ったわ。お嬢さんも一体何事です。恐ろしい敵に襲われてるって、まさか。あいつ、そう、あいつが出たのよ。すでに屋敷内はあいつに占拠されてしまったわ。そんな、1年前完全にやっつけたはずなのに。え、Gとかかな。あいつは蘇るのよ、何度でも。まさか不死身。そうだとしても、今度こそこの銃で引導を渡してやるわ。ドロッセルお嬢様はなんという気迫。それではあいつの掃討作戦を開始します。私とルドコは屋敷の左右から同時突入に弾幕を張って目標中央に追い詰めます。なんだこれ、ちょノリノリやん、みんな。エリーとローヤもその隙に中央を制圧、精霊術を展開して待機。了解。やってやる。作戦時間一蓋丸々に中央部にて合流。全開射撃と精霊術で目標を一掃します。お嬢様見事な指揮ですが、ロエ、復讐はどうしました。了解です。面白いな、彼は小さい。このイベントええな、面白い。各自の検討と今後になります。では行くぞ。ロックロールしちゃったよ。あ、クリアしました。やりましたね、ドロッセル。僕たちの勝利だ。え、私たちみんなの勝利よ。この結束がある限り、あいつが栄えることはないわ。恐るべし、ドロッセルお嬢様。ゴキブリ一匹、やっぱり。このお屋敷にも出るんですね。なるほど。あ、ゴルトリブス本当に消費しちゃった。わーい。いや、まずあれだ、家でゴキブリなんてもう、相当長い間見てないですね。見てない見てない。やっぱお部屋をね、まめにきれいにすることは大事ですよね。はい、よし、じゃあこれで報告しよう。面白かったこれ。感情報告、よし。お、リンクロング、ちょっと待って、リンクロングってあれじゃない、アクセサリーっすよね。の効果時間長くなるやつ、いいね。よし、じゃあ次、いいものゲットしたわ。クラウンフェザーを地上に届けようということで、ドボール駅か。一気にまた飛ぶな。マックスバード行って、で、ドボールほい。
もしかしてあれかな、あの前回のあの続きとかか、あ違う、あれあ、やっぱりこのあの前回ちょっと動画にも残ってると思いますが、このイベント続きだね。お、ありがとう、これで娘が喜びますよ。あ、この子たちは、あ、前に羽をあげた子、そう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 、なんだっけ、あのエルが仮面をプレゼントする、あれお面だっけ、お面をプレゼントするっていうのはちょっと言い合いになった子でしたよね。羽て羽マフラーの、どうやら親子揃ってお世話になったようですね。パパがね、羽マフラーのお返しにダウンジャケット作ってくれるの。クラウンフェザーのダウンジャケットって超あったかいんだよ。いいでしょう、別に羨ましくないですよー。だエルはそういう関係を卒業したし、卒業なんか大人っぽい。そりゃもうエルは相棒がいる身だからね。そう、ルドがね、相棒超大人っぽい。あなたの相棒って誰なの？このルドガーがエルの変な相棒。この人か、なんか頼りなさそう。頼りなさを許すのが相棒の務めだよ。かっこいい大人の余裕だね。すみません、ませた娘で、ええー、じゃないですか、可愛いですよ。いえ、こちらこそ。ドアは閉まります。あ、これだけか、なるほど。お、クラウンフェザー、あ、10個もあげたんだ、まあいいけどね。ね、あとあのトリグラフで、スキットが出るみたいなので、それを見てから行きたいかな。うん、新 B 級グルメ、ちょっと待ってよ。じゃあ先にスキット見るか。うん、アイディアが出ねえな。おお、どうしたんですか、アルビン。近頃 B 級グルメがブームだろ。俺も新メニューを考えてみようかなって。それならルドガーに聞いてみるといいかもですよ。なあルドガー、新しい B 級グルメのアイディアないかな。 B 級グルメ、魔物の肉を使った魔物鍋はどうかな。全面ピンク色のピンクチアシズシャとか、アルビン取るかエリゼ取るかどっちかって話か。前回おじさんの時は女性陣についたから、今回ちょっとアルビンの方持ってみましょうか。じゃあ魔物の肉でいかがでしょう。おー、いいね。何より仕入れ値が安そうなのがいい。魔物の肉なんて怖いですよ。毒とかありそうだし。あ、かわいい。呪われそうだし。心配無用。料理の大先生が毒味の上レシピを考えてくれるさ。なあルドガー先生。安心してくれ。万一に備え保険に入っておくから。保険金の受取人は俺ってことで、ここにサインを。逃げた方がいいですよルドガー。お金絡みのアルビンは魔物より怖いから。言い方が可愛い。待てよルドガー。成功しても失敗しても儲かると思ったのにな。主戦止め。おお、面白い。このスキットもなかなかにいいですな。エリーゼのこの喋り方がめっちゃ可愛いな。ほんと好き。じゃあ父親のプレゼント。お、エルのカバンだ。よし、クリアして。ちょっと待ってよ。エルのカバン見たい。あ、これか。パラ公爵というゲームのキャラ。へえ、そうなんだ。あ、結構大きいな。大きい大きい。誰かに身につけさせたいけど、ミラーでも背負います？ミラー。リュック。あ、違う、間違えた。エルのカバン。ちょっとまあ見えないけど、まあ微妙に背負ってるの見えるかな。ええやん、ええやん。ええやん、ええやん。どうしよう、エリーゼもなんかそろそろ。エリーゼはね、なんかとことん可愛くしたいかな。変身ベルト、これ見えないか、首輪。あ、なんかちょっと背徳感がありますね。ちょっとやっちまった感が。やめとこ。よし、じゃあストーリーやっていきましょうか。動画には載せてると思いますが、イラート海底に行かなきゃいけなくなりました。はい。ここか。歌声は海幕に、これなんて言うんだ、読み方が分かんない。ベルカ兄さんがカナンの道しるべを奪って逃走したと連絡が入った。く、何してるんだよ兄さん。追跡部隊がイラート海底に先行してるらしい。急いで合流しなきゃということで、じゃあイラート海底移動します。
またね、ちょっとディズラマクシア側に戻んないといけないんだけどさ、イラト海底に来ました。どこだ、あ、こっちか。うえー、リドーがいる。本当だ、うえあ、イバルもいるじゃん。よし、お、スキルなんだろう。ミラエアリアルジャンプ、ほう、いいか。よし、じゃあイバル、リドー室長がお待ちかねぞ。はーって、どうしたんだ、大丈夫か、パワハラでも受けてんのか。じゃあメインチャプター行きまーす。第8章、歌声はこれなんていうの、開幕になんて言うんだろうね。やっと来たか。どうも皆さん、お前も来たのか、紛らわしい。は、どいつもこいつも巻き込んでおいて勝手なこと言うわね。失礼しました。ミラ様とは厳しさの質が違うな。僕もそう思う。ミラ様は戻ってないんだな。ミュゼが探してるらしいけど。そうか。ねえ、なんでリド変なメガネしてるの？足跡を隠してるんだよ。ユリウスに逃げられた時、踏んづけられたんだとさ。見たい。笑えるぞ。捜索を始めるぞ。了解であります、室長。ちょ、可愛いんだけど。この海底で奴の目撃情報が途切れ、手分けして探すんだ。僕たちは街道の西を探してみよう。じゃあ、私たちはハミルの方ですね。懐かしいな。俺たちはカイロを。ユリウス、生かして取ろう。借りは返さなきゃならないか。よし。ごめん、取り立て命令来ちゃった。ポニャロ、7万、え、次回7万か。じゃあ、じゃあ振り込んどくよ。皮肉だね。よし、お、よし、ボーナス、ボーナス。ハミルは私が子供の頃住んでた村なんですよ。今だって子供だし。メガネのおじさん、なんで逃げるのかな。もちろん理由があるはずですけど。お、いいね。お、ルドがミラ、エリーゼか。オッケーオッケー。まあまあやるね。なかなか思わらんな、ここ。ニアケリアレーザー。よし。じゃあ、ハミルか。お、みんないる。私たちは街道の西側を探してみます。ルドガーさんたち、ハミル方面をお願いします。はーい。街道北東に進んだ先、まあ、もうファストトラベルできるんで、行っちゃいましょうね。生かして捕らえろだなんて当たり前だよね。もうリードってわざと嫌なこと言うんだから。お前何気もなかなか厄介なとこだな。すいません、ご迷惑かけてしまって。じゃあハミルに行こう。ここだね。はい、クレーターでもし、あ、はい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 。ああ、ちょっとね、イベントだ、いきなり。してません。
お、ミューズ。ミラ？じゃないわね。うん。あなたはどなた？はじめまして。元マクスウェルよ。どういうこと？分子世界にカナンの地ね。何か知ってるの？さあ、見つけたよ、このパレンジ泥棒。あ、こやつだってお腹が空いちゃったんですもの。かわいい。精霊もお腹減るんだ。気分的にだけど、ミラが食事の楽しさを教えてくれたから。そうなんだ。こいつもグルメ細胞入っちゃったか。ユリウス前室長と思われるエージェントの分子世界侵入を探知しました。はい。当該分子世界は道しるべ、存在確率こうです。追いかけましょう、レドガー。注意した方がいいわ。そのユリウスって人誘ってるみたい。だからって逃げるわけにはいかないでしょ。ねえルドガー、私も連れて行ってくれない？もちろんいいですよ。構わないが、どうして？まあでも頼りになるからな、なんとなくそんな感じがする。この子が心配だから。危なっかしいとこはミラとそっくり。大きなお世話よ。また変な人が仲間になった。あんたら、連れならパレンジの代金払っとくれ。ひげ。ミューゼ、ルドガーにお金返さなきゃダメだよ。あら、私にお説教するなんて面白生意気な。100ガルド取られたわ、ガチで。前と変わりましたよね。そう、あんまり怖くなくなりました。ひどい、前から怖くなんてないのに。クソンクソン。嘘を言うんじゃない。前作ではぶっ殺すとかやってたからな、この女。まあでも好きだけどね、ミューゼ。あの前作のミューゼも好きですよ、私。あのどん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 闇落ちしていく感じがね。いや、ミラの姉、羽ついてる。いいでしょう。でも虫じゃないのよ。知ってる、精霊なんだよね。ミラのお姉さんに似てる。似てないわよ。私の姉さんはもっと凛々しかった。まあ失礼ね。私だって昔は凛々しかったのよ。凛々しいというか、怖かったよね。険しかったけど。なんで変わったない。昔は知らないけど、俺は今のミューゼ。うん、まあ、こっちにしとこうかな。こっちいいと思う。おー、ミューゼも親密度上がる。ルドが、それって、あ、ちょ、仕上げしちゃう。告白。告白告白。うわ、動揺しすぎ。冗談に決まってるでしょ。もちろん冗談だけど、冗談から始まる恋もあるでしょ。知らないわよ。今のも冗談でしょうね。僕も今のミュージェはいいと思います。いやん、ちょっと。ミューズ一気に丸くなったな。でもね、あのエクシリア前作の終わりがね、あんな感じだったからね、手を取り合うって感じだったからな。なるほどって感じやね。よし、じゃあ分子世界かな、行きましょうか。こっちから行ける。お、行けるね。キジル海爆、はいはい、行きましょう。よし、来たぞ。あ、ミューズがガチで仲間になった。ちょっと待って、スキルとかアロサローブつけた方がいいかな。41めっちゃあるじゃん。エアリアルフォース、何つけとこう。あ、グラップヒール大事。スピードスペルも大事。じゃあなんか嬉しい、なんかプレアブルで参戦するんか、ミューズ。そのうちガイアスも来そうだね。なんとなくつけとくか。じゃあこんな感じで、あとアロサルオーブも適当につけとこう。お、高き闇のなんちゃら、これつけてんのか。じゃ
ゃあついてるなら行くか。よし行こう。これが分子世界。光の霊性が変化してるのかしら。ここにはユアに期待する魔物がいるはずよ。あ、はい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 。前作いたよね、なんかユアに擬態してなんちゃらって、まだジュードとミラとアルビンで旅してた時。よし、豆腐せんべい大。注意した方がいいわ。はーい。ミューゼって魔物に詳しいんだね。だって変なの怖いんだもの。ええなあ、ミューゼのキャラ。メガネの男の人が開幕の奥に入っていっちゃったの。ここには怪しい術を使う吸血魔物がいるって注意したんだけど、それを探しているって笑って。やっぱりあれか、誘ってんのか。ちょっと気になるね。オッケー。あ、宝箱っていこう。よいしょ、ミディブラウス。ちょっと待ってよ。いやでもちょっといい時間だから、ちょっと今回ここで終わりにしておこうかな。あ、上がる上がる上がる。よし、じゃあちょっと、あー、ちょ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 、じゃあ一戦だけやるか。え、ミューゼとなんかリンク技あんのかな。じゃあミューゼとのリンク超気になるんだけど。よいしょ。おー、バニッシュボルト。子供扱い禁止。かわいい。ルドガーは対等の相棒だし。そうだね。お、ミュゼのサポート、トラクタームーブ。ミュゼをパートナーにするとマスターがフロントステップした際、敵ターゲットの正面まで高速で移動させてくれる。すごい。バックステップでは一定距離敵から離れるように移動させてくれる。へえ、混戦ではミュゼとの、なるほど、リンクがおすすめ。分子世界か静止世界には戻れないんだよ。一回入っちゃうともうダメか。こっちはいけない。偏差の低い地域に、じゃあ戻ってタイムフォークターを探そう。よし、じゃあ今回はここまでにしておきましょう。じゃあ次回ね、ここ分子世界の続きからやっていこうと思います。ご視聴いただきありがとうございました。